すごいぞぶっ飛ぶぞ北上ラジオ皆さんこんにちは北上ラジオの時間がやってまいりました司会進行は本の雑誌炎の営業杉江吉継主役は主評家北上二郎さんです北上さんこんにちはこんにちは 今回はあの年末スペシャルということで、っと今年のえと振り返ってのベスト10を、北上さんの選ぶベスト10を発表していきたいんですが、去年もちょっと説明いただいたんですけれど、このえと北上ラジオで発表するベスト10以外に、北上さんはあのいくつかベスト10、一つだけですか、本の雑誌だけです、ベスト10は。 この北上ラジオが発表するベスト10の違いというのをちょっとと説明ししていたただければと思います、はい、わかり本の雑誌の毎月あのあ、毎年1月号にですね、えー、とだ今年で言うと2022年の1月号に2021年のベスト10を発表してるんですが、はい、えとそれはあの雑誌の発売の関係上、えー、と2021年の10月いっぱいまでを対象にしていて、はい、でなおかつ、えー、とエンターテインメントに限ってですね あのつまりジャンル小説を抜かしてるんですあのミステリーであるとか SF 時代小説は抜かしてるあ,<ー>あとその小説外のやつも例えばノンフィションとかエッセイとかも抜かしてる、はい、っていう本当のその何て言うのかな、えーとまあ、恋愛小説とか青春小説とか家族小説とか、うん、そういう、ね、あの現代エンターテイメントだけに限ってえ、えー、とベスト10を選出してるんです、はい、でそれに対してこの「この北上ラジオ」でやるベスト10っていうのははい えっとまあ、12月いっぱいといっても、まあ、そんなぎりぎりまではできないんで、うん、まあ12月の中旬ぐらいまでを対象にして、はい、なおかつジャンルの壁を取っ払って、えー、ミステリーも入れれば SF も入れれば、はいえー、ノークションも入れればエッセーも入れ,れ,ば入れるという、はいうん、そういう中、えー、から選んだベスト10なんですね。<と>その違いは あるんです。オールジャンルの中から北上二郎さんが今年やってったもの、はいはい、ですからあの去年はあの正真正銘の別荘店っていうふうになってたと思うんだけどあそうなんですよ。正真正銘っていうと本田氏が嘘のベの別テ店みたいになっちゃうんで、ね、あの今君が言ったように、はい、オールジャンルの別テ店でいいんじゃないだろうか,あ分かあのオールジャンルといっても実はあの全てやってるわけじゃなくて例えば純文は抜かしてるし絵本とかも入ってないわけだし、はいうん、本当の意味でのオールジャンルではないんですが。うん まあそこまで言わなくてもあの <laughs> 大体ということでオールジャンル2021年のオールジャンルベスト10という形でいいんじゃないでしょうか、うんはい、いいですかあの、ねはい、正真正銘っていうとなんかね本の雑誌嘘ついてたみたいなそうそうそうそみたいになっちゃうんでねあるあるでいいわけだしわ、はいまあ、かりました、はい、じゃあそういう形でこれからベスト10を発表していってもらいたいんですがはいお願いしますはいえー、とまずはですね下から発表していこうと思うんですが10、はい、位は何になりますか はい、ええー、田口俊樹、日々翻訳懺悔。ええー、エンタメ翻訳、この40年という札がついて、本の雑誌の本なんで。はい。あの、本の雑誌出稿では、書評ができないんで。あ,あ、そっか。はい、えー、ここで取り上げたいんですが。はい。これは面白かったよね。あの。あの北上ラジオでも。ちょっとやらせてもらったんですよ。そう,そうか、そうか。うん、大阪、ね。えっと、えー、この副題にあるように、あのー。えっ、ー、と、翻訳家が。 40年間の翻訳生活を振り返った回顧、うんえー、録っていうのかななんですけどもあのー、他の回顧録と比べてですね非常に特徴があって、はい、あこれタイトルになってるからもうそのままなんだけど、うん、懺悔してるんですよね <laughs> <う>自分が 40, 40年間にいかに誤訳をしてきたかっていう残悔録なんです。うんうん こ,れこういう回顧録を珍しいんじゃないかと思って自分がいかに失敗してきたかって話なんだから <laughs>、うん、普通の回顧録はあれですよね成功したことを自慢げるそうそうそうまあ自慢を抑えながらね <laughs> あの抑えながらでもにじみ出てくるみたいなねそういうのが、えー、普通の回顧録なんですが <laughs>、はい、これはもうそういう意味では非常に 移植の回顧録だと思うんですが、はい、あの書評でも書いたんですけども、うん、あの面白いエピソードがあのいっぱいあってあ具体的なエピソードがこれどんどん詰まってるんですよね。はい、で面白いエピソードを一つ書評でも書いたことなんですが、うん、えとあ本音出し以外のところで書評を書いたんですけども、うんえー、1980年にですねローレンス・ブロックの「泥棒は選,選べない」という早川の「のポケミス」を翻訳した時に えー、主人公がブルーミング・デールズの紙袋を持って歩いているっていうシーンがあってね、うん、その時にこの著者は翻訳家はブルーミング・デールズっていうのは何なのかわからないアメリカを代表する実は高級デパートなんだけども、うん、ニューヨークに行ったこともないし、うん、当時はウィキペディアもないし調べようがない、うん、どうしようかなと思ってニューヨーク在住6年という知人がいたんでね、うん、その人に尋ねたらあー大手のスーパーマーケットだって言うんで。うん それを疑いいもせずそのまま役中に書いてしまった、うん、そしたらあ,のある作家があの連載中の小説に「ブルーミングデールズも最近は左前になったらしいね」「スーパーに身売りしたそうだ」「ポケミスの泥棒を選べない」の役中にそう書いてあったっていうふうにね皮肉 <laughs> られたという。よで、ね、これよく <laughs> こんなこと書くよね。自分の一番の恥ですよね。<laughs> そうそうそう。つまりこういうことをね、具体的なエピソードをどんどん積み重ねていって、全て全部失敗談なんですよね。まあ傑作ですよね。<laughs> でもその失敗談の中で、えーと、我々読者はこう知らないことを知れる瞬間というか、ああ、なるほどみたいなこともいろいろ入ってくるわけです、うん、翻訳って大変なんだなと思うよね。知らなかったんだけど、全然それは。我々は、うんあのー、素人なんでね。あのー、そう、うん そういうい分かりやすい話というか面白い話の中にもちゃんとこう我々の知識が増えるような話もこう置かれていていあとね、一つねこれすごいなと思ったのがこの著者が、ねはい、あの翻訳して分からないことがあると、うん、あの問い合わせるんだけど問い合わせるのが、ねうん、マイケル・ゼット・リュウインという作家でリュウインの作品をあの田口俊樹さんは翻訳してるんですけども。うん 流因の著書じゃないのに、他の人の著書なのに、英語で分かんないことがあると、この人に流に聞くんですよ。だから流因はいい人なんだよね、それを全部国名に調べて、教えてくれる。つまり、非常に何て言うのかな、あのー、単にその知識が、あのー、ないから訳せないという話ないしに、非常に微妙な、なんか、曖昧な表現とかなんかがあって、はいうん、英語に詳しい向こうの現地の人,、あのー、人でも分からないようなところがあるらしい。うんうん、それを流因が調べてきて、うん あのこの著者に教えてくれるんですよこれは多分こういうニュアンスなんだと思うとかね、うん、これよくね、まあ、聞く方も聞く方だけど答える方も答える方だよねすごいよねこれ他の翻訳家でもこういうことがあるのかどうか、うん、あのこんなその親切なねその作家が海外にいるのかどうかを知りたいよねこれ、うん、これはだから田口俊樹さんの人間性というかそうだよねうんそ,のそれによってこういう相手の著者もこうやってこう、うん 付き合ってくれというのかわからないところですけど。そうだよね。だからこれ読むとね、タグチとしきという人もいい人なんだろうけども、劉韻がものすごく全人に見えちゃってくるんだよね。数 <laughs> こんなことしないよなっていう。<laughs> うん、でもでもタグチさんっていうのは日本のエンタメ翻訳の中ではもうトップの大御所じゃないですか。エンタメ翻訳では第一人者でしょ。第一人者ですよね。はいはい。えー、大抵第一人者の会社、会コーポっていうのは。うん もっとこうどっしり構えて今 <laughs> ってるもんだと思うんですよ <laughs> 私が切り開いてきたんだけどこれがねすごくでいいんですよ腰が引き取れるこの人は <laughs> 基本的に <laughs> ね <laughs> <laughs> あの最後のくだりにこれはもう有名な話なんだけども <laughs> チャンドラーの,あ,のある短編の、えー、中でその発見をね、はい、大発見するシーン くだりがあるんだけど、うんうん、これ大発見ときど最後のあれ、小発見になるとかね。すごく腰が引けてる。あのー、面白いよね、これがすごく。この人柄がたまらなく魅力的ですよね。<laughs> ええ、<laughs> もうちょ文章も衛生の文章もとても面白いんですけど。あの翻訳に関する開口録っていうのは、あのー、代理店の人であるとか。 翻訳家とかもうそうなんだけども、はいうん、いくつか今までもないわけじゃなくてあるんですが。はい、うん。とにかくそういう中ではもう移植中の移植ですよね。はい、移植っていうのはそう失敗なんかあると。そうそうそう。二りっていう。うん。<laughs> はい。はい。いや、い、じゅ、十位、い、いい十位ですね。はいは。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ十位は日々翻訳懺悔、田口俊樹、本の雑誌社でした。では続いて、えっ、ー、と、九位になります。九位の発表をお願いします。 はい、アンディ・ウィアー、プロジェクト・ヘイル・メアリー。えーとはい早これはあのえ出たばっかりの本なんですが、はい、もう昨日読んだばっかりなんですけどね。<laughs> いや、面白かったですね、これはね、はい、あのできるならば、すべ、まあ、ての小説はそうなんですが、うん、帯を見ないで読んだ方が絶対に小説は面白いんですよ。<ー>つまり何が書かれてるかっていうのをあの、うん、知らないで読んだ方が絶対にお、うん、としては、ね、当然何が書かなければ 営業的にまずいんで書いてしまうんですけども下巻の帯は見ない方がいいですこれは具体的に言うと上巻はまだいいですけどね下巻の帯は見ない方がいいこれは僕はね読む前に基本的に僕は帯は見ないんですが後書きは読んじゃうんですよ書いてねでこれ下巻の後書きっていうか解説をね一番最初にちラっと見たんですよそしたらこの えと山岸さんがですねできれば本書は内容について何の事前情報なしに読んでいただくのが一番いいっていう一文があるんですあ、うん、これを見た瞬間に解説も読むのをやめて<あ>いきなり読み始めたんですだから何が書いてるか分かんないで読んだんですあ、うんうん、そしたらすごい面白いのが、うん、つまり構成がすごくうまいんですけどこの作家は、うん、主人公があの目が覚めるんですところから始まるんですよ。ね そうすると、自分が何者か分かってない、うんあ、記憶がちょっと、あのー、最初ないんですよ、だんだん呼び返ってくるんだけど、ああああ自分が何者か分かんない、自分の名前が分かんない、うん、自分が目が覚めたところがなんか病室めいた部屋なんだけど、どこだか分かんない、うん、それで、あのー、しばらくすると、その部屋にベッドが2つ他にあって、うん、そこに男女がいるんですが、死んでるんですよ、2>, うん、2人とも。うんうん、何なんだろうって、少しずつ思い出してくるというところが始まるんです。るとつまり 主人公が何なのかわからない、4本も何なのかわからないわけですよ。うん、な何が始まるのかわからない。そしてこれ、えー、と上,上下間なんですが、はい、それぞれ300ページちょいあるんで、だから600ページぐらいあるんですが、うん、その98ページ、まあ、100ページだから6分の1までを紹介します、うん、ここでは。ねはい あのそれ以上言わないです。あの帯も見ないで読む読むのが一番面白いって今おっしゃったじゃないですか。まあ僕もそう思うんですけど、をそれを書評家として言っちゃうと書評家の人って大変ですよね。なんで？いやだってほら自分は少し紹介して本を読んでもらおうとする。そうなんだよ。そうなんですよ。困るんですよすごく。とにかく読んでくれでとにかくあの内容がそういうふうに知らないで読んだ方が。 特にこれはは面白いいってう作品ねあでもう一出てくるんんでですすがそううい作品本当に困るるあ程度言っていいやつもあるんですよ家族小説だとかね友情小説だとか言っていいやつもあるんですがなるべくさ言わない方がいいなっていうのがえっって驚くからこれはその典型なんですがそうやってねまず2人の男女が死んでいる少しずつそこに記憶を少しずつ取り戻していくんで。 あのー、どうしてそこは自分がそこにいるのかどう少しずつ最後まで、うん、一番最後まで続くでその記憶を取りましはいはい、はい、でそうやっていくと、うん、どうも太陽がエネルギーを失いつつある、うん、そしてそのエネルギーを失うってことはつまり太陽からの熱が減ってくるどうやらあと20年弱で10度か15度ぐらい低くなりそうだと地球に届く熱が。うん そうすると15度低くなると地球上の全生物が死んでしまうんだう。と、はいはい、いうことが判明して、うんえー、その鍵を握るのが地球から16光年かな離れたどっかの惑星に、うん、あ細かく言いませんけどねうん、うん、そこに何かあるからそこに行かなきゃいけないそこに行けば何かヒントがあると。うん、というんで宇宙船を仕立てて、うん、その宇宙船に乗った男なんですこの男は。 2> 2人3人で乗ったんだけど、最後死んじゃって、自分だけが残ったってことがかる。んうんね、それが98ページまで。十八ページ。そこからどうなるか。ね、そこからがですね、実はね<笑><笑>本は、本当はもうちょっと言っていいと思うんですが、百 <laughs> <laughs>、うん、えー、っとね、159ページ。 第6章の最後なんですがそこまで言っていいように思うんですが僕は言いませんけどもその第119ページに主人公のこの男が「ね嘘だろ!」って叫ぶシーンがあるんです。月刊の帯を見ずにここまで読んでくると読者も「嘘だろ!」って言いたくなるこれ月刊の帯見ちゃうと「嘘だろ!」と絶対叫べない「まあこうなるよね」って思っちゃう嘘だろ!」て思って叫びたくなる。 で実はこれを言っても知ってても実はいいんです。うん、この後もっとすごくあの面白い展開になるんで、んだから実は下巻の帯を見ても、ねうん、大丈夫です。あのあうん、見ちゃった人は。どん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 面白くなりますから。だからそれはどう,どうして面白くなるか言えないです。基本的に SF だから <laughs>、うん、正直言うと分かんないことがいっぱいあるんですよ。例えば上の帯に 帯いいに書いてあることなので、ほぼ現代のテク,リリテ,テクノロジーでリアリティを損なわず、こんな面白い展開作るとはすごいって書いてるんですよね、帯、うん、に。うん、でほ、ほぼ現代のテクノロジーでリアリティを損なってないっていうのが、しようと僕、分かんないです、僕、全然科学に詳しくないんで、<laughs> ここに書いてあることは全部、現代のテクノロジーでできることだとなって <laughs>、えー、そうなんだと<あ>なんか、そうやって分かんないこといっぱいあるんです。 はいはい、でも分かんないことは飛ばせばいいんで見せ方がすごくうまいんでねうん、うん、もう太鼓までゾクゾクしますよ、えー、だからむしろね <laughs> SF を読み慣れてない人あ、はいはい、だから SF に,に詳しい専門家の人たちがこの小説をどう評価するか僕は分かんないんですが、はい、僕みたいに SF に詳しくない人読み慣れてない人を読むとね、うん、つまりえ普通のエンタメ小説は実に面白いもう上下感をあっという間に読んじゃいましたよ、はい。 僕買ったとこなんですよ、まだ読んでなから何も知らずの帯を見ないでね。159ページ一緒に「嘘だろ!」って言いたくなるから。このアンディ・ウィーアーっていう著者はんかあの人気だったそうそうそう。だからもともとそういうんていうのかなバウケって言い方変なんだけども SNS あんまり詳しくない人も面白く。 読めるような読めるような表情を書いてる人なんですよね。はははいはい、はい、で、僕は今度の,のがやつが一番、これ3作目じゃないかな、日本でこのこととか。そうみたいですね。うん今度のやつが一番面白い、うん、僕は。あそうですか。はいあ。じゃあ、それはもうちょっと楽しみに、僕も、嘘だろって、年末に多分、PA で叫んでると思うんで。はい、ありがとうございます。じゃあ、これが9位で、9位がですね、はい、プロジェクト・ヘイル・メアリー、上下艦、アンディ・ウィアー、小野田和子役、早川書房でした。 えーと続いてでは8位です、8位の発表をお願いします。はい、音、えー、川雄三郎、あの春が雪、この夏が来て、徳馬書店ですね、これがです、ね、10月31日に出た本なんで、本の出しのベスト10は、あの後でも言いますけども、11月10日締め切りなんで。はいはい ギリ読んだけど、読めなかったんですよ。だからこれ別荘に入ってないんですがこれを読んだら絶対に小野田氏の別荘にも入れたなという小説なんですけども音川雄三郎っていう人はもちろんもともと時代小説を書きになっていて山修正と名護師を取ったもう大家なんですが2013年に「石稜山脈」かここから現代小説書き始めて。 今回のが11作目じゃないかな時代小説はね。そうです、11作目。そうですよね。そうです、そえ、赤竜山脈始まって、トワイライトシャッフルとか、はい。え、ロゴスの石置かと書いて、11作目なんですが、赤竜山脈を除く、今回が一番面白かったですね、僕は。ああ、え、覗くっていうのはどういうことですか赤あ、これ面白かったから。はいはいはい。うん、面白かったです。えっとね、主人公がね、想定家なんです。 あの本のね想定する出版社の想定室にいた人が後に独立して自分であのデザイナーとなる男なんですが表面的にはですねその主人公のなんか何度も何度もいろんな女性が現れてきて関係を持ってただね変だなと思うのは変だなって変な言い方だけども心を許さないというか。 この男はその女性たちに対してうん、うん、あの感情表現が一応してるんだけどもどっかに深い交わりを持たないのにしてるみたいな風情があるんですよ。あはいはい。何なんだろうこの男はっていうふうに読んでくるとですね。うんうん、最後から二番目の章あこれ短編連作なんですが連作長編なんですけど。うん 最後から2番目に、えっ、ー、と、水という短編があって、はい、そこで初めてですね、えっ、ー、と、海藻が入ってくるんですよ。はい、ね。で、これがすごいのが、あのー、終戦直後のから、自分がだから幼い時、うん、終戦直後の幼い時から始まるんですが、こいつの家族がですね、うん、まあ、ずなしばっかりで、ただ一人、おじさんが、 すごくいい人なんだけども、えっ、ー、と、肺を病んでるのかな病気で、いつもでもどまりに寝かされてるだけで、うん、ろくな飯も食わせないんです、この家族は。うんうん、ものすごく告白な家族なんですよ。うん、でお前もよそで稼いでこいとか、盗んでこいとかね。つまり、家族の愛情とかも何もない人たちで。うんうん、そして、その、でもおじさんがいるから、その家ずっと我慢してたんだけども、うん、結局その家族もバラバラになっちゃって、おじさんも死んじゃって、うん、その、幼い時に、 家をだから飛び出しちゃって一、うん、つかみの米をポケットにつかんで、うん、そして上野駅かなかなんかに行くと、えー、ここでは駅の子っていうふうに表現されてるんですが戦争の子たちがいるグループに会ってそのグループであの暮らしていくというふうの,、うん、あの階層があるんですよ。はい、でこれががですね、ちょっとと異色なだなと思うのがそのそ 家族に対してはす,すごくその告白な家族だからすごくあのもちろん距離を持ってるんだけど、うん、その現代になってもさっき言ったように女性たちに距離を持ってるんだけどもこの戦争孤児たちと出会って、うん、しばらく暮らす間はで、うん、この戦争孤児たちの仲間に対してものすごく心を開いて向こうも心を開くんですよ。でも嫌なことが一つもないんですよ。うんうん、この少年にとってはすごく至福の日々を過ごすんです。うううんうん、うん 絶対に嫌なことあるはずなんだけども、もそれ嫌なことじゃないんです。というあの関係性が描かれていて、うんうん、それである時。あのー、一人で街を歩いていて。あのスケッチしている大人を見るんですよ。うんうん、で、なんか盗めないかなと思って、ずっと見ているうちに。うんうん、そのー坊や駅が好きかって話しかけてきて。うんうん、そして、あの、まあ、あの、いろいろ話した後に。あのー。 ちょっと取り木をしないかってその大人が言うんですよね。うんうん、この荷物を持って家まで送ってくれたら、風呂と飯をご馳しようって、はいはい、と言ってね。うん、そう嘘言ったら仲間連れて仕返しに行くよとかって少年が言ってね。あはいはい、家に連れて行かれて、うん、そこからこいつの人生が変わって、あはいはい、つまりそれが、えー、と最後は席も入れてくれて洋服になる。育ててくれるんです、うんあの。飯どころじゃなくて人間らしい暮らしを与えてくれて。うんうん、という回想が入ってくる はい、ですごくいいのがですねあのー、現代に戻ってきて隅田川沿いを歩いてる時に隅、うん、田川にね、はい、外婆が建てたって知らないでしょあ知らないです、うん、あの外婆ってあの墓石の後ろにある細長い板あの外婆が隅田川の真ん中にった時期があるんだって。でそれあのネットで調べたら、うん、昭和28年にも。 の写真が出たんですよ。はいはい、かなり後まであったらしいんだけども、はいはい、もともとは、あのー、隅田川の浅瀬、永代橋あたりなんだけど、うん、そこに水死者が流れ着くんで、うんうん、人魂のために去ったらしいんだけども、っていう説と、うん、関東大震災の死者がそこに流れ着いたんで、はいはい、それを佃島の住民たちが鎮魂のために去ったっていう説があるんですが、それを、それを、その、地元の人に、 外馬が昔ここにあったの知りませんかって話しかけるんです。この男は。あ、はいはいはい。もう亡くなった時に。っていうシーンがあるんです。ね。つまり。こいつは。現代になって。その想定家として独立して。もうある程度。あの。普通の。終戦直後の告白の過程じゃなくて。普通の幸せを掴んでるんだけども。どっかで忘れてないんですよ。その。駅の子らしと混じった。 彼の心の中に外婆があるんですよ。というシーンがすっとさりげなく中に入ってくる。初めてそこであの女性たちに心許さない密接なくつながりを持たないようなこいつの性格設定というのが理解できるようになる。これがすごくいいんですよね。読み終えても隅田川の浅瀬に立っている外婆のイメージがねずっと残り続けるという。えー はいはい、なかなかあのいい小説ですねうん、うん。僕はあの蛍原雄三郎さんの「現代物」すごい好きで。うん、あそうか。うん、じゃあこれが「赤稜山脈」以外では僕一文だと思うんだけどまあ君がいいかどうか分かんないけどはいはい,いやこれから読もうと思って買ったあったんですよ。はい、で、うん、今の聞いて早く読まなきゃと思いましたタイトルもいいよねえっ <laughs> ですよねえ<ー>う,うんうまいですよねうまい。 ちょっと房総半島みたいな、ああいう田舎の方に一人で住んでるみたいな設定ではないんですか、今回の。のね、一番最後に房総に行くんですが、はいはい、その蒼天、えっと、ダイスを作って、その後、なぜか川崎で、ね、バーを経営するんですよ、<あ>酒場を。はいはい、そのあとバーを畳んで房総で当たりを作るんです、一番最後は。 ちょっとなんか今までよりも動きがありそうなそ,そうですねはいあの歳月も長い歳月を拝見してるしああはい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 、うん、そうですねこう早く読みたいなはいなんかね音川さんの現代物も,もうちょっと多くの人に手に取ってもらえるといいなっていつも思っててそうだねうんぜひ、うん、この機会に、うん、えっと8位がですね、はい、あの春が雪この夏が来て音川雄三郎徳間書店でしたえっ、ー、とでは続いて7位です 7位の席お願いします。はい、はい。エサミンマ子供は怖い夢を見る。はい。えっと、角川書店か。角川書店。はい。これがですね、もう説明できない。はい、一切どういう内容か全く言えない。<笑><笑>これはあの本の雑誌のエンターテイメントベスト10でも一応3位にランクインしてて、ええ。なんかあの浜本うちの本の雑誌浜本さんも、うん。まあこの本あのベスト決めた時推薦してたんですけど。 「うん、あの帯とか読まないで読め」ってずっと言ってて、うん、これはあれですかそういう意味では紹介しづらいっていうか難しいそうだよね。<laughs> 何紹介しても全部嘘になる逆に嘘になっちゃうんですよつまり<ー>これはさっきの,あのプロジェクト「ヘイル・メアリー」みたいなのと違って、はい、あれはもうあの内容書いちゃってるを、うん、知らないで読んだ方がいいってことなんですがこの場合はですね、うん、これを知っても全然違うんですよつまり持ち味っていうか本当の。 ななんていうのかな読みどころが<ー>だからそれがうまく説明できないんでね、はい、あのーまあ、宇佐美誠を今まで読んだ人にはぜ絶対進みますけども、はい、読んできてない人には何と言っていいのかわからないあのーうん、僕は書評で本梨で、あのー、ガイドで書評を書いた時にはだから1シーンしか紹介しなかったんですが、はい、それは主人公の渡るが小学校2年生の時に、うん、転校生の旦那君との話 があるんですが、転校生のだんだん青とくんがですね、うん、あの教室の隅にあった楽器の収納庫にあの先生に送られていられちゃうんです。うんうん、でそこで反省しなさいと。うん、で反省したら出てきなさいって言うんだけど、うん、でその前に渡るが立たされて渡る少年が、うん、あんたここに見合ってなさいって言って、うん、でいつまでたっても出てこないんで先生が、うん、どきなさいって渡るをどかせて収納庫を開けるといないだんだくんが。うんうん、いつ出たの？ 怒るんだけど渡るは絶対自分がその前にだからダンダ君が出ていないわかってるから、うん、えん、ー、で俺怒られるんだろうと思ってると、うん、違うクラスメイトが校庭を見てダンダ君があそこにいるって映写す、うん、そうそうダンダ君がウサギ川の前で座ってるのがある、うん、えなんだろうっていうところのシーンがあるこれをちょっと紹介しただけだ昨日実は <laughs> どの話が始まるのか分かんないですかんい。でこれは分からないで読んだ方がいいんじゃないかな説明するとなんか全部んていうのか手からこぼれ落ちていくような気がするんだけどね。あの署名が「ですね子供は怖い夢を見る」って書いてあって想定がですね男の子なのか女のか分かんない青い目をした人が子が真っ黒系の想定でじっと見つめてるわけですよ。 僕からするとですね本から受けるイメージはすごいホラーな小説なのかなと思ってて、うん、さあ北上さんの,の2000言っていいのか分か21年の「エンターテインメントベスト10の」の、えっと、位の書評のところでは、えっと、極めて異色,異色の友情小説なのである、うん、あとは「素敵なラストまで一気読みの解作でとっても楽しい小説だったと」と核にとどめたいって書いてあるわけですよ。 なんか想定のイメージとこの北上さんのこの進め方のイメージが随分こう違う感じがして違うよね、うん、俺本当は一番最後にそのラストが素敵だっていうのも本当は書かない方がいいかなっていう<ー>つまりそのある種のネタバレしたからいいかなっていうのもあったんだけどでも回数まででで言えばそれが特徴ななんんすすよ色の<ー>実は、うん、だから細かいことはの,あの具体的なことは一切抜かしていえば、うん、一直の優柔の二だってラストが素敵なんです。 この2点が一番の特徴だと思うんですよね。ははいいうん。あとはじゃあもう読んでのお楽しみそうだね、これじゃね、職務上これでいいんだろうかっていう気がってしまいまだけど、宇佐井誠の小説って最低そういうの多いよね。多いですね。ね書評家泣かせというか、おすすめし方が難しいですよね。そうだよなあのそうか、これも言わないほうがいいか。傾向としては なんだろう。うん何に似てるかって言おうとしたんだけど、なかなか難しいな。はい。ラプンツェルに似てない。ああ、はい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 。まあ、うん、あれだってそうですよね。うん。はい、まあ、うん。確かにそうですね。そうだな。ちょっと。あのー。難しいから。それじゃ言えません。<laughs> そうですね。はい。まあ,あまり読者の。楽しみを奪っちゃいけないですもんね。うん。 <laughs> じゃ<あ>すいません。えー、はい。皆さんに読んでもらって、えー、第7位が子供は怖い夢を見る宇佐美まことかどか、ちょっと説明し,しするのが難しい小説ですが読んでいただければと思います。そしてじゃあ第6位になります。6位の発表をお願いします。はい、えー。鈴木忠平、えー、嫌われた監督、えー、文藝春秋です。はい。 これは僕、君に教わったんじゃないかな、皆さん、面白いですよって言われて。ああそ読んですぐ連絡して。それで読んだら、そご面白かったんですが、うん、もちろん、あのー、落合博光さんは、はい、あのー、三冠王を3度取って、い。だという、はい、あのー、うん、名選手で、うんはい、なおかつ、えー、2004年から2011年まで、中日ドラゴンズの監督、そべ8年間を監督してたんですが、すべ、うんうん、ての年で A クラスに導いて、はい。 その間4度のリーグ優勝1度の4シリーズ優勝というね、うんまあ、名監督でもあるんですが、うん、なぜか嫌われてたっていうすごいよねこれこのタイトルにするっていうのを<笑><笑>落ち合もよく許したなと思ってね嫌われた監督ですからね, <laughs> ねえでその8年間を描いた、うん、あのノークションなんですが、うん、面白かったねつまり、うん、なんで嫌われたかっていうと簡単に言っちゃえば、うん、こいつがこいつがっていうか落ち合いが何も語らないんだよねそう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  なんで語らないのかわからない、何も語らない。例えば、一番がね、すごいなと思ったのが、荒木と井端をさ、コンバートするところがあるじゃない、一番終わりのところかな、12勝、ショートとセカンド入れ替えると。6年連続ゴールデングラブ賞を取ったショートの名手、荒木をね、2010年にショートにコンバートする。 セセカカンンンドドかかからららシショョーーートトトコバ当然セカンドっていうのは一塁セカンドから一塁ショートから一塁だとショートの方が遠いからあのんていうのこう投げる距離が遠くなるんでそういう腕の力とか遠投力とかそれが必要なんだけども荒木はあのでにそのんていうのかな投げる力が。 驚いさっていうのかな、だからショートにコンバートされてからエラーが増えちゃった、セカンドではすごくゴールデングラブ賞を抱えたぐらいの名刺なのに、エラーが増えたの、そのエラーがすべて早急なんですよ、守備でエラーじゃない、早急のエラーなの。ところが優勝するんですよ、ショートのエラーが増えたのに優勝したのはなぜかっていうことなんだけど、これがすごいよねでこのコンバートさ理由を言わないの、落合が。 ね、でこの著者が調べるのかなこれ言わないここで言いませんけどもどうしてなのかというと、ねうん、エラーが増えたのにショートのめじゃん守備の、うん、ショートのエラーが増えたのに優勝したっていうのはすごいことなんだけども、うん、その理由をちゃんと言えばいいのに言わないからお試合がみんなもやもやするわけですよね考えなきゃいけないしあのされてる側っていうか。そそうそう,そうあのだから一応 普通,の普通の野球ファンからすれば、一番有名なのは、日本シリーズの、あれは2007年か、日本ハムとの日本シリーズで3勝1敗で中日がね、勝っていて、これを勝てばもう日本シリーズ優勝という時の試合、5試合目で1対0で勝っていて、9回に山井をね、山井というピッチャーがそこまで完全試合をしてたのに、交代するっていう有名な、超有名なドラマがあって、これに対しては、 あの星野は私なら買えない、うん、野村は理解できないって、一挙手不評なんだけども、うん、これが一番有名な話なんですが、うん、僕これよりもこのアナティをコンバートしたっていうの方がすごいと思う、ドラマとしては。すすごいですよね でもそれ12人分ドラマが詰まってるじゃないですか、十二人それもすごいですよね。うん、みんな、もう僕は一勝目の川崎健次郎の,あの開幕投手のところから、もうわしづかみにされて、<laughs> <laughs> 全然投げてないピッチャー、いきなり開幕にするのかみたいな。うわ、すごい、おじあっていうのは、なんだろう、不思議な人っていうか、すごい人ですよね。 落合いとこう付き合いながら自分も少し変わっていくっていうか学んでいくっていうのも面白い構造ですよね、うん、普通はさもう少しさ、はい、あのー、どんなジャンルでもだから野球じゃなくてもどんなジャンルでも理解されたいと思うのが普通じゃない普通、うん、それは思うんだよ。うん、ね<や>それ理解されなくてもいいかつまり語らないっていうことじゃない理解じゃなくてもいいってことじゃないこれすごいよね すごいですよね、うん、とてもできないことだったら理解されたいよな <laughs> だから占い者は理解されたいって愛されたいってことじゃないですか好かれたいとか,、うん、かそういうの全部さっと逆なんですもんねすごいよね<ん> <laughs> あのー、どうですかノンフィクションとしてやっぱり読み物として北上さんも面白い面白いつまりあのさっき言った話なんだけども山江、うん、の交代だったら誰誰もがさじゃあ,あのドラマの後ろに何があったのかっていうのはあ,<ー>あのーはい なんてていうの方向とし何が出るかわからない人も。でもショートへのコンバートってさ、目をつけること自体ができないじゃん、普通の人は。なぜ、なぜその。入れ替えたのか。そう、入れ替えたのかっていうのそれを突き詰めていくっていうアプローチっていうのは素晴らしいとすごいですよね、もう、あの、何でしたっけ。 汗で湯気が出てるノックずっと受け継ぎ続けて。なんだっけ森野っていうのが初波からレギュラー奪うときに、地域キャンプでずっとノックを受けて、うん、もうなんか寒いのにあ湯気が出てどうとか、もう狂気だなと <laughs> 思プロフェッショナルってすごいですよね <laughs>。この人が書いたあの今もう文庫になってる、清原和博への告白っていう。うん あの甲子園の清原十三本ホームランを打ってて、うん。その打たれた側のピッチャーとかに取材に行った本があるんですね。へえ。それもあの僕この僕は逆に嫌われた監督読んだ後に慌てて読んだんですけど、うん。やっぱこれも面白かったです。これどどっから文庫なってるの？これも文春文庫なんです。文春文庫？はい。うん。すごい書ける作家っていうノンフィクション作家が出てきたっていうのが、うん。面白そうだね。あじゃ俺も読もう。ええぜひ読んでみてください。うん。え。 じゃあここまでが、えー、と前半戦6位までになりますので、えー、とまず1回お休みとなります。はいはい